こんにちは、りゅうです。今日は何の動画かというと、最近ネットで買ったこちらのレビュー動画になってます。お楽しみに。はい、本日はこのレビュー動画になってます。ここいい感じでしょ、いい感じでしょ。ちょっと掃除を、倉庫になってた部屋を掃除したら、ここをスタジオとしてもいいんじゃないと思って撮ってみてます。買ったものなんですけど、買ったものはこのマイクになります。はい、なんで3つあるかというと、これ端子が違います。1つが 3.5 ミリの普通の本当にカメラに挿すやつで、これがタイプ C のタイプ、タイプ C のタイプタイプ C って DJI とかに挿す、直接挿せるやつで、こっちがライトニングなので iPhone に挿すやつです。で、なんでマイク買ったかというと、私毎週水曜日に夜んぽライブって言って、夜の台北の街をお散歩するっていうインスタライブをやっていて、でその時に使ってるのがiPhone なんですけど、 iPhone の純正のマイクをそのまま挿してこうやって喋って歩いてるんですけど、耳いらないんですよね、私音聞かないので。皆さんにこの映像を、散歩しているような風景の映像を見せつつ、私が喋るってだけなので、だいたい会話というか、みんなのコメント欄で会話してるので、私は特に耳聞く必要がないので。あと雑音がすごくなると音も入りにくくなったりとか、あとこっち側にマイクついてるんですけど、片方にしかマイクついてないじゃないですか、イヤホンって。だから片方の耳のイヤホン取っちゃったら、結構私やっちゃうんですけど、取っちゃって、あれ音聞こえないってなっちゃうっていう、そういうことが起こるので。暑いしね、耳つけてるの意味ないのにつけてるのってすげえ暑いんで、もうマイクにしようと思って、ここにつけて歩けば、もうここでこの音がすぐ拾うので、音を拾わなくなるというか、外すことがなくなるっていうのと、まあ外してこう近づけることでまた音を拾うことができるので、みんなにもっと台北の音、バスの通る音とか、プープーっていう音とか、ウィンカーの音とか、なんかそういう音を伝えられるのの少しは手助けになるかなと思って買いました。はい、でブランド名はラバリアマイクロフォンっていう名前、ブランド名なんだろうね、ブランド名ってどれがブランド名なのかわかんないけど、ラバリアマイクロフォンっていう種類のマイクです。はい、早速開けてみたいと思います。ライトニングのマイクを開けてみます。めっちゃはるちゃん吠えてる。はい、中に入ったのはこのポーチが、説明書とかは何もないです。シャーピーで買いました。じゃん、おう、中に入ってるのはこんな感じ。ちゃんとモフモフが、風よけのモフモフがついています。巻くとこんな感じなんですけど、ほら、風よけ、このモフモフがついていて、これを取ると、こんな感じで直のマイクになってます。まあ、これ自体はガサガサ触ると ASMR 的なことはできないことはないかなっていうぐらいの音質でした。これで開けると、長さは 1.5 メートルだった気がする。確か長さは 1.5 メートルあるので結構な長さがあります。なので携帯をすごい遠くまで伸ばしたりしてもいいし、まあ、例えば私が喋るんですけど、マリちゃんと一緒に夜んぼとかした時にマリちゃんに携帯を渡して私を撮ってもらうみたいなことも全然できる長さです。ほら、すげえ長い、すごい長い、すごい長い、画角が入らない。で、まあ、使い方は簡単、刺せば終わりです。ちょっと刺して、じゃあちょっと試しに撮ってみた映像を。今マイクつけてない状態です。ね、はるちゃんに、これはつけてないです。続きまして、マイクを私の胸につけている状態です。はるちゃんの音を雑音として聞いてみてもらえればちょっとわかりやすいかもしれない。はい、今マイクなしで喋ってます。あ喋ってます。結構普通の音量です。小さく喋ってみます。あマイクなしで喋ってます。続きましてマイクありです。
マイクありで喋ってます。あああ声小さめです。あああああかなり今小さいです。試しにマイクなしのバージョンで戻ってみます。いきます。今携帯で撮ってるんですけど、携帯のこっちのカメラがある方にマイクを手で持っています。音出しますね。マイクありとなしの違い分かりましたでしょうか。このマイク、集音をするというよりも音のバランスを保つようなマイクになってます。なのですごい大きく喋ってもちっちゃく喋ってもちゃんと聞こえるっていうのが特徴かなと思いました。なのでASMR したりとか、できないことはないんですけど、そっち向きではないかなと思いました。喋って歩いてる時の小声、結構私あんまり声が張れないので、それの声を拾うためにはすごくいいかなと。あと手軽ですしね、刺すだけで終わっちゃうので、そんなヨルンポに最適なマイクを買ってみました。他にもデジカメ用と DJI 用、今 DJI 撮ってるであるんですけど、 DJI 用とあるので、これ駆使してもう少しいい音、私が喋ってる内容小さすぎて聞こえなかったりとかする動画結構あると思うので、でもね、字幕入れるの超めんどくさいんで、字幕を入れない方法で極力入れない方法でいきたいのでちょっと安かったですしね。一つ台湾で買ったんで、ちょっと日本の値段はわからないんですけど、台湾のシャーピーで買いまして、169元、 3.5mm のやつとタイプ C のやつは169元で、あとはライトニングのはちょっと高くて498元になってました。169だから3、2が6、500円ぐらいですかね。500円ぐらいです。普通の 3.5mm と、タイプ C は500円ぐらいで、 iPhone のやつはちょっと高くて、1500円ぐらいかな、1500円ぐらい、需要があるんでしょうね、しました。でもこの金額でこんないい感じの音が取れるなら、お得かなと思いました。それではこの動画が面白かったという方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。あと毎週水曜日の夜、雨が降っていなければですけど、夜んぽと称しまして、私が会社からの帰り道をただ散歩する映像を見せるっていうっていうことをやってたりするので、台湾の恋しい方ぜひ聞きに来てみてください。最近パソコンでも見れるようになったんですよね、インスタライブなので、BGM として流していただけても面白いかと思いますので、ぜひその場その場で質問とかあれば、答えられるものであれば答えているので、ぜひ遊びに来てください。またどこ行ってほしいみたいなリクエストもお待ちしてます。できれば台北じゃないと、私は台北に住んでるので台北がメインなんですけど、どっか旅行に行った時ちょうど水曜日とかぶったら、そっちでも夜んぽしても楽しいかなと思っているので、ぜひぜひ Twitter とかインスタとかで希望をいただけるとそこに行くかもしれません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。